新たな立憲民主党が結党したことを受けて、今日郡山市で県選出の国会議員と県議会議員が県連の設立について話し合いました。立憲民主党、県連の設立をするということを皆さんの合意のもとに決めさせていただきました。その結果、新たに立憲民主党県連を設立し、来月中旬までに結成大会を開くことが決まりました。また県議については、今月中に新党に入党するか意向を確認するということです。また県連の代表については、現場光一郎元外務大臣など国会議員3人の中から選出する方針です。